アンソニー久しぶり、元気ですか？小枝です、カンヌであなたに会ってからもう3ヶ月、過ぎました、新作の中国公開おめでとうございます。カンヌではね、字幕のないものでしたけれども、公式上映に、立ち会えて、本当に光栄でした。改めて日本語字幕付きのものを見させていただいたんですけれども、僕は本当に大好きな作品でした。大好きなものはたくさん映ってました。何より主演のチョウ・ドンユさんが僕は大ファンなんですけれども、夢を諦めた彼女の複雑な気持ちとか、その他にもですね、なんだろう、細かいところだと坊主頭とか傷跡とか、あとは僕はクマも大好きなんですけれども、そのクマがとても印象的にというか象徴的に登場するのもとても好きでした。こう行き場のないやり場のない、若い人たちのとても、苦しい気持ち、それが3人の出会いによって本当に氷が砕かれるように溶けていくように、徐々に変化していく、そういう姿がとても印象に残る素敵な映画でした。中国での公開が成功することを願っております。ちょっとですね、ここは東京の東宝撮影所の今敷地で喋っていたので、お聞き苦しいところがあったかもしれませんが、このまま送ります。それではまた東京で会えるかな。很久以前，长白山上有只熊，每天向神祈祷，希望可以化成人，最后感动了上天，变成了一个美丽的女人，后来人们都称她为熊女。欢迎来到美丽的延吉，我的家，我是你们导游娜娜，将为你打造独一无二的延边之旅。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。我那么努力，就为了离开家，到了更远的地方，发现没什么不同的，都没变。怎么伤的？18岁受的伤。想怎么活怎么活呗。放松一点儿，人生不就那么回事儿吗？